皆さんこんにちは、さきです。本日4月1日おさくのイベントの日です。バズマートっていうバズがイベントやってる期間っていうのがあるんですけど、4月1日がおさくの番ということでね、めちゃめちゃ楽しみにしてたイベントなんですけど、今日はそのおさくのイベントに密着したいと思います。質問コーナーだったりとかチェキとかサイン渡したりとかいろいろねできると思うのでめちゃめちゃ楽しみです。でみんな朝早くからいろんな県から来てくれたり、朝早くから並んでくれたりでめちゃめちゃ嬉しいです。みんな来てくれた方のためにも楽しませられるように頑張りたいと思います。それではどうぞ。さくらおさくの、トークイベントステージを始めたいと思います。お願いします。じゃあ僕の方から質問を投げますので答えてもらってやりながらで、今日はちょっといらしていただいているので、質問終わったら挙手で皆さんから、どうしたんですか？後にしますね。お楽しみ、お楽しみ。じゃあ最初ちょっと僕の方から言いますね。2人で遊んで印象に残ったことはありますか？私たち結構プライベートで遊びに行くんですけど、だいたいカラオケか家だよね。でもお泊まり？うん。あ、この間。あの私の家にサクティン遊びに来たんですよ。初めてお泊まり来て、ゆうちゃんとはるかです。したはるかもいて、いや、はるかさんでしたそれがちょっと思い出のこと、思い出のことだ、ね、いいですね。ちょっと YouTube の方のお話です。 YouTube でやってみたい、挑戦してみたい企画はありますか？おお、質問ですか？あ、はい、私あります。歌ってみたしたいんです。別に上手くないんですけど、うちらあのカラオケでよく人形の歌よく歌うんですけど、それしか知らないので歌うんですね。だけど結構上手くて、なんか完全に歌ってるんだけど上手いんですよ。だからうちらで出してみたいっていうのがありますね。多分3年後とかになるから今のちょっと練習してこうね。違うんだろう。でも大食い久々にやりたいな。あー、ワンコソワ、そう、ワンコソワ、やりたいさっき言ったやつなんですけど、なんかワンコソワの大食いやってみたいなっていうのは、いいね、はい、ということで1分トーク終わりました。終わった、よし、楽しかった。なんかめっちゃみんなさ、反応してくれてね嬉しかった。こういうイベントってみんなが反応してくれるか、そこから成り立つので、なんかあの質問でなんか彼氏できそうですかみたいな話してくれたんだけど、なんかうちらおもろいなんか回答をしようとしすぎてめっちゃいる人みたいな質問言われちゃったみたいな、言われちゃう、いや、その質問来たとか言ってたけど、なんかね、安心してくださいね。なんか全然そんなこと変な間があったんですけど、私たちのちょっと答え方が変だった。無縁です。あと4分あるから全然変えてる。わかるわかる。じゃあ、はい、この後も頑張ります。頑張ります。びっくりした、今本気でカメラ止めちゃった。メンタルやられてた。大丈夫、うちは一番最初に来てるんで、うちはめっちゃ流してる。だったら、は？意味わかんないんだけど、うん、なんかさ、最近さ、いろんなさ、ことさ、あれ、どういうこと？違う。メラということで、じゃあ3人で頑張ります。頑張ります。頑張っていきます。Happy birthday to you.
ピーバースデーディア。サクラちゃん。サクラちゃん。ハッピーバースデートゥーユー。え、おめでとう。おめでとう。テニスやってるんですけど、それに頑張れるように、なんか一言、二人からもらえたら。テニス、頑張れ。ありがとうございます。イベントでしたね。もう朝からめちゃめちゃ楽しかったです。私たちも一日ずっと行ったんですけど、それ以上にファンの子が朝からもう私たちが来る前から並んで夜まで待っててくれた子もいっぱいいるので、本当にずっと待っててくれてありがとうございました。本当にいろんな人に会えてめちゃめちゃ楽しかったですね。チェキも取れたし、サインもかけたし、トークもできたし、しかもタクティンとできてめちゃめちゃ楽しかったです。スタッフさんもありがとうございました。ハルト君も途中でなんか来てスタッフとして働いてくれてありがとうございました、ね、でも途中で結構気づいてくれてたね、みんな。あ、ハルト君だみたいな。よかったね、うん、楽しかったね。ね、うん、なんか家族写真みたいな構成じゃない。いや、マジ楽しかったです。ね、本当にありがとうございました。来てくれた方々、またイベントできるように。いや、本当しよう。ね、超楽しかったね。やっぱ2人だとより楽しいですね。だからいつかお作で東京ドームを埋めれるように頑張ります。頑張ります頑張ります頑張ります。ということで、こんな感じで終わりたいと思います。今度がグッドボタン、高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。お次に失礼します。ハロー、失礼します。さくらに失礼します。